で、次に作ったのは、子どもについてのお話です。小学生。で、ある小学生は、自動車事故で歩けなくなりました。そして、お母さんは、こういうふうに運んで、学校へ連れて行きました。そして、その子どもさんが、他の子どもたちと一緒に、いろいろな問題が起こりました。しかし、ある時に他の学生たちは彼のために車を作りました。そして彼らはワーゲンみたいなもので、我が学校の方へ運んだわけです。そしてそれからみんな仲が良くなって、すごく幸せな終わりになりました。で、この映画はアメリカの CBS ネットで全国的にテレビに放映されて、また、ヴェネスの映画祭、イタリアのヴェネスの映画祭で子どもについての映画の一番の賞を取ったわけです。この賞なのです。で、この映画はアメリカで英語スープを入れて放映しましたが、日本でも放映できました。工作の続きをする。この1時間で仕上げるようにね。はい。女の子が飛行機作るとおかしいかな。でも男の子みたいや。君たちには大きな夢があるだろ。
例えば船に乗って七つの海を渡ってみたいとか、医者になって人の命を助けてやろうとか。ゆうちゃんにも夢はあるね。誰でもそういう夢を育てることが大切なんだ。男の子でも、それから女の子でも、ちょうど飛行機が大空を飛び回るように、大きな希望、大きな夢をみんなの心に育ててほしいんだよ。わかりました。吉岡、拾ってやれ。何してるんだ、早く拾ってやれ。おお、なかなかよくできてるね。ゆうちゃんは足が思うようにならなくても手はこんなに器用だ。みんなもゆうちゃんに負けないように。海の生谷先生、休養ができましたので地球教員室までおいでください。先生のいない間、静かに工作を続けておくように。はい。偉そうに言わんとき、ゆうちゃんの手足になろうって学級会で決めたやないの。そうや、約束守らへん人は罰金に1週間掃除してもらおう。賛成。そんなん勝手やぞ。ゆうちゃんわざとやっとるといったて、ようあるのや。聞いて、ゆうちゃんの言う通り聞いてた。そばにいるもん落ち着いて勉強できへん。あんたね、いかんせんけ。もうちょっと見直してくれることありがとう。お前吉岡さん、ゆうちゃんも一生歩かへんのえ。また明日頼みますね。うん、ね。さいなら。さいなら。ゆういち、どないしたんやな。なんかあったんか。これ、言うてみ。誰かにいじめられたんやったら、母ちゃん、先生やみんなに頼んでやるさかい。はよ言うてみ。何にもあらへん。早く帰ろう。腹減っとんのや。Thank you.
代わりは。どこで具合でもあるに違うか。母ちゃんの風邪をうつったんじゃないか。なあ雄一、いつもみたいもっと気がない言うてくれた方が母ちゃんなんぼか気が楽やわ。ほんまに学校で何もなかったんか。寝る子はええ子やらへんで。俺ええ子やらへん。なんぼ偉い人になろうもでもこんな足でなんで偉い人になれんや。偉い人になれへんかてんさかい俺歩ける足が欲しいねん。俺は歩きたいねん、走りたいねん。野球も相撲も喧嘩みたいや。喧嘩してもこんな足じゃ勝てへんねん。何やってんねや、さっきが何べんも。ゆうちゃん休んどると頼りのうて。これゆうちゃんの代わりに自分でやっとんや。両天か。自分で平湯し。アウトや。静かにせんか。
ましたな。さあどうぞ。お邪魔します。おばさん、ゆうちゃんは？私がちょっと風邪ひいたもんで。ゆうちゃん、どないした？便所や。私が寝てたもんやさかい、手取らんとこ思ってな。一人で行くなんて、ゆうちゃん偉いな。自分でできることは自分でせなあかん。ゆうちゃん、昨日は堪忍な。ええがな、僕も悪かったんし。ゆうちゃん、あんた昨日学校に大事なもん忘れてきたやろ。大事なもん？ほら、これや。あ、持ってきてくれたんか。あんたが今日学校を休んださかいに持ってきてあげたんや。おおきに。おばさん、ゆうちゃんな、飛行機作りみんなより上手やって先生に褒められはったね。そうか、ゆういち。そんなことがあったんやったら何でもったはよ言わへんのや。せやかて。なんや、おかしな子やな。やっぱりこれ持ってきてよかったな。うん、ゆうちゃん、明日は学校来るやろ。すんまへんな、みんなに心配させて。おばさん、風邪ひいてしもたもんやさかい。おばさんが病気でも、ゆうちゃんが学校へ来られる方法ないやろか。頼みますわな。大丈夫、任しといて。さあ行こう、出発。行ってきます。行ってきます。行ってきます。おおきに。春が来
これでゆうちゃんも学校へ来るのが楽しくなっただろ。はい、これからは先生が休まっても僕は休みません。うん、その行きその行き。車の名前をつけた方がいいな。ゆうちゃん号、友達号、大空号。なんや、飛行機みたいや。どうだこんなのは。6人10脚どういう意味ですか。2人3脚は2人が協力しないと転ぶだろ。わかりました。僕たち6人だけど5人が力を合わせてゆうちゃんを守るということです。そうだ、雨が降っても風が吹いても雪が降ってもいつまでもゆうちゃんの手足になってるんだよ。はい。最後からストライクゾーンが狭くなったんだ。なんや、公式戦みたいや。バルフォやんけ。贅沢言うな。